オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。では早速お聞きください。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。雨の多い時期ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年、僕の住む関東の梅雨入りは6月14日だったそうで、平年よりも1週間遅かったようです。気象庁の予報では、梅雨明けは7月19日頃となっていますが、さてどうなるのでしょうか。今年の雨は僕の気のせいかもしれませんが、ほとんどスコールとも言えるようなにわか雨が多かった気がします。梅雨というと、どちらかといえば弱く長い雨がずっと続くイメージでしたが、気候変動が影響しているのかもしれませんね。ちなみに、にわか雨、あるいは集中豪雨のことをフランス語では、pluie diluvienne、pluie diluvienne と言ったりします。同じ pluie でも、状態によっていろいろな表現を使い分けられるとさらに面白いですね。フランス語には雨にまつわる慣用句も豊富で、中にはこんな粋な表現もあります。Ne pas être né de la dernière pluie. Ne pas être né de la dernière pluie. 意味としては読んで字のごとくで、最後の雨から生まれたわけではない。転じて、バカではない、経験があるといった様子を表せる表現です。La dernière pluie が一番最近降った雨のことで、その時に生まれたわけではない。もっと前からこの世に存在しているのだから、そのくらいの知識はある。だからバカにするな、という感じで使えます。ただ、実際に使うときは活用を忘れずに。なので、自分自身について言うときは、Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas né de la dernière pluie. となりますね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、6月にデビューされたアントワーヌ先生をご紹介します。それでは早速今日のレッスンを始めましょう。先ほど Ne pas être né de la dernière pluie という表現をご紹介しましたが、雨にまつわる表現は他にもあります。例えばこの表現、どんな意味だかわかりますか？ Parler de la pluie et du beau temps。Parler de la pluie et du beau temps. Parler de la pluie et du beau temps. こちらも読んで字のごとく、雨と晴れの話をするといった意味です。つまり、お天気の話をすることだと想像できますね。さて、天気の話をするのはどんな時かといえば、例えば出会い頭、お互い何も話すことがなかったり、あるいは何を話したらいいかわからなかったりするときですよね。転じてこの表現は何ら重要性のない世間話、よもやま話をするといった意味で使います。さらに似ている意味の表現に、parler de tout et de rien といったものもあります。parler de tout et de rien。parler de tout et de rien。先ほどの雨と晴れよりなんだかわかりにくいですが、parler de tout で全ての話をする。parler de rien で何の話もしない。要するに、いろいろなことを言っているようで実は何も言っていないという意味ですね。
parler de la pluie et du beau temps のように何でもない話をするといった場面でも使えるし、例えば発表や演説などいかにも重要そうな話だけれど実際には中身がなかったといった場面でも使うことがあります。Sa présentation était bien préparée, mais ça parlait de tout et de rien. Sa présentation était bien préparée, mais ça parlait de tout et de rien. といえば、彼の発表はよく準備されていたけど、いまいち中身がなかったというふうになります。そういった意味では、parler de tout et de rien の方が実際に使える場面は多いかもしれませんね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は、6月21日にデビューしたアントワーヌ先生の魅力をご紹介します。現在日本語の学校に通いながらフランス語を教えているアントワーヌ先生。文章を書くことが大好きでフランス語の小説を出したこともあるそうです。そんなアントワーヌ先生はレッスン中に生徒が本当に言いたいことを自然で綺麗なフランス語に表現できるようになるまで、しっかり丁寧にサポートします。発音の指導にも工夫があり、日本人にとって発音しやすい単語から出発して、ステップアップさせてくれます。チャットボックスの使い方も上手で、書き込みが明瞭なのもポイントです。真面目で落ち着いた人柄ですが、お茶目なところもあり、和やかな雰囲気の中で着実に上達を実感できるレッスンが魅力です。文章の読解や表現力の向上を目指している方にぜひおすすめしたい講師です。アントワーヌ先生のレッスンはレッスン開始の3時間前まで予約可能ですので、空いた時間にレッスンを受けたいという方はぜひ一度受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。